はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。ついにポップの時代が来たかと。ダークアモンは非氷耐性弱点かつ精神が低い敵となってますので、メドローアとの相性が抜群にいいと。そこで今回はポップを全力接待したら何億出せるのか検証していきたいと思います。皆さんはどれくらいダメージ出せると思いますか？ぜひ予想しながら見ていただければと思います。今回ポップの装備ご紹介していきましょう。もうパーフェクトポップくんを作ってまいりました。魔力は約7600で、両手武具のロッドを採用しております。で、アンデッドキラーはもちろんカンスト、アビリティ、武具倍率に関してもカンストという形の装備構成とアビリティ構成となってます。不滅の閃光1個必要としますのでつけてます。ビジョンカードは強襲ダークレインとなってます。いやーもうパーフェクトでしょこのポップ。じゃあ早速やっていきましょう。まず左の3人はやることないから防御、ライトニングは適当にデバフ、ティナで非属性の威力アップエリアを作っていきます。じゃあそしたら他の子たちは防御していきたいと思います。敵のギミックに関しては引き付け回避 100% の番が全て無効化。じゃあ続いて2ターン目、リロード押してライトニングだけ ATB チャージ、その他のキャラクターは全員防御していきたいと思います。まあやることはそんなにない。まあポップを動かすのは次のターンからで、フルブレイクも単体で、ポップをここから動かしていくんだけど、4ターンの間通常の LB 使うことによってメドローアの威力が1万加算されますので、まずこれを使っていきましょう。でそれと合わせて、ユーナ、アンデッドキラーの 160% の付与を味方全体にやっていく。テトリスもまあやる必要はないんだけど、せっかくだからステータスバフの400をかけておきましょう。でリロード押してライトは ATB チャージで、バンはここで非属性の 160% のデバフを入れておきましょう。オイルだね。まあスーパー LB でもオイルでもどっちのアビリティでもいいかなと思います。 OK かな。じゃあ続いて敵の攻撃を見ていきましょう。まあ単体攻撃なんだよね変わらず。で水のデバフは無視していきます。でポップスーパー LB を使ってさらにメドローアの威力を2万5000加算させていきます。さらには4回アビリティとプラス特別のアビリティを使えるようにしていきましょう。で、エアリス、ここでロッドのデバフを入れていきたいと思います。 35% のロッドデバフを入れていきましょう。で防御で、ライトニングで精神の 90% のデバフを入れていきます。で、防御防御で終わりという形になってます。あとはポップのメドローワを打つだけ。いやどんくらい火力出るかな。30万ぐらい出てほしいんだけど、あ30億ぐらい出てほしいんだけど、そんなにいかないかな。4回アビリティのできるさで、まずメドローワの威力をプラス5000していきましょう。で、そして今の俺にならできる、さらに威力を1万加算で、行くぜ。で、さらに1万加算の氷の威力アップ、かつ貯める、やっていきたいと思います。で、ラストはメドローア。で、タイミングを合わせるのは4回行動のフレームファングとなってます。で、まず精神の90デバフ、非属性の210、160のキラー付与、で、ロッドのデバフという形になってます。タイミング的にはメドローアが発動したら、テトリス押す感じかな。いやー、30行ってくれ。いや、そんなに行かないかな。あーなんか言ってなさそうな気するけど、どうだろう。さあ出たダメージは21億。まあこんなもんかということで、全力接待して出せるポップの火力は21億ということが分かりました。皆さんもぜひポップで遊んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあまたねー。